わ、来た。よいしょ、来た。よいしょ、よいしょ。うわー、来た来た来た。来ました。どんな感じでした？もう全部パンパンで。すごっ。なあこれ。食べていきましょう。食べていきましょう。よいしょ。ちょっと、ここはちょっと使うのかな。ああ、はい、せよ。赤星。赤崎。はい、赤星マイシャス TV。お願いします。今回はね、家ですね。はい。焼きラーメン豚世界さん。来たよ。はい。フォークワールド。はい、ということでね、さあ、どういうお店なのかというとですね、こちらですね。そうなんですね、これね。はい、2020年10月にオープンしたテイクアウト宅配専門店。そうだね。でございます。あ、はい、見たことあるこの看板。あるでしょ、うん、近く花田さんとかある、うん、結構ラーメン激戦区っすよ、うん、で九州で人気らしいんですよ、その焼きラーメンっていうのは、はい、それを専門としていて。そうなんだ、そうなんだ、ね、らしいです。あ、でまあ移動しても麺が伸びないっていうね。テイクアウト向きだね。いいのもあるね、それね、このご時世にちょうどいい。あ、いいね、うん、でまあ注文の仕方、はい、はい、こちらね、Uber Eats を今回使いました。Uber Eats、高いなんで。うわ、こんな動画あるんだ。はい、画面見ましょうね。なるほど。豚世界ね、うん、検索したらもう出てきます、もうパッと。すごい。でやっぱね、まあこれはもう Uber Eats のあれですけど。はいはい。まあ結構メニューね、いろいろあるんで、はいはい、トッピングの仕方とか。はいはいはい。で今回選んだのはこの。全部のせラーメン。全部のせラーメンに、おお、今一瞬見えましたけど何かが載ってます ね、うん、で麺量結構めっちゃ選べるんですよ。そうだね。あ、なるほど、こと細かに。紙盛りだとの1キロぐらいあるんで。そんなに。はい、はい、でニンニクの量とかも、野菜量もここで選べる。マシマシだと追加料金、うん、はいはいはい。あ、いいですね。いいですね。あ、こと細かにね、各部門というか、うん、そう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 。でトッピングもいろいろ追加で選べますよと。はい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 、クロウロン茶も用意してある。はい、あ、そうなんだ。まあちょっと買わなかったですけど今回。はい。いいね。まあね、お値段がもう出ちゃってますけども。はい。まあそれなりには。まあ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 。まあまあまあ、それね。ウーバーって、ね、ってそのだからね。便利さで。そういうことだから。うん。家にいていいんだわ、その注文してきたのがこちら。おお。よいしょい。具沢山で。ブータ世界特製全部の焼きラーメン。これは豚世界だよね。うん。うん、でまあ、トッピングとか、はい、こんな感じになってますね。いや、これいいわ。ニンニク、野菜、油、あ、唐揚げと目玉焼きが副大唐揚げみたいな。あ、いいですね、はい、じゃあ食べていきましょう、うん、よっしゃ、僕は見学です、はい、はい、見学です。あ、そうか、あの食えないんで。なるほど。で一番辛くないですかこれ。情報として、勉強したかったんで。の割にはカメラばっか見てるけど。、うん、でも野菜はね、よく焼かれた。うん、はい、そうだね、うん、そうだね、あ、ま、見てね、見た感じで。焼き野菜、焼き野菜。あ、でっか、でかいっす。これがもう特大唐揚げよ。おお、これはこれでまあ鳥なんだよ ね、 ね、そうです。これは鳥です。マジトイプードルかと思いました。いやいやいや。似てたけど、ホワホワ感が。じゃあ食いたくないけどね。ホワホワ感がね、うん、ザックザクでね、なんか衣自体もなんか味ついてる感じの。あ、いいね、うん、あ、なるほど、熱がこもってて中に。まあこれはちょっとレンチンしたからなんですけどね。あ、そういうことか。なるほどね。そうだ、さじ加減、それはさじ加減。ああ、お、これには思わず猫ね、ペロリですよ。いい匂いが漂ってますから、うん、あ、ね、一旦別皿に、一回別皿にして。そう、結構ね、麺がやっぱ下の方にあるんで、はい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 、こうやってね、ほじくりで、これめっちゃ色。あー、いいね、味が染みてそう。太いでしょ、結構太いですよ、うん、そうだね、ね、うん、そう、やっぱ間違えちゃいけない、やっぱ焼きそばじゃないですからね。焼きそばじゃない。あ、そうだね、うん、なるほどね、はい、結構太めで、まあ、長さはそんなにないんですけど、まあでも食べやすそうだ ね、 そうね、このぐらい長さが、うん、なんか出汁のスープの感じがね、まとっててもちもちしてましたね。あ、いいね、もちもち麺ね、おっと、あ、お、なんだなんだ、おっとと、メンマ、うん、メンマ、あ、お、あー、やるのよ。なるほど ね、うん、ね、すみません、ちょっと寝苦しい、まあまあまあね、猫世界でもあるね、しょうがないですね、はい、豚世界なので猫世界、猫世界だったんだ、手前には、うん、で、お次は油。油ね、油も入ってるね、ちゃんとね。油ね、結構量ありましたよ。あ、あったあったあった。あった、うん、あった、食った人みたいだけど。まあまあ、見てはいるからね。僕ら見た感じで。うん、なんかその、味がそのついてるとか、特別ついてるわけじゃなくて、甘みがすごい。ああ、いいね。うん。強調される感じでね。なんか麺自体も結構コーティングされてましたね、油で。はいはい、そう。非常にジャンキー。うん。いや、いいね。
っぱ山賊のようにね、いやいや、言ってるね、食うのが一番噛みちぎるようにね、まあ、豪快にね、うらやましさ見てんな、また。あと一口だけとかちょっとどうですかね。絶対ダメっすよ。え、マジで。せっかくのね、ちょっと目の前の。マジで胆のう弾けますよ。え、この一撃で？はい、爆散しますよ、マジで。手術する必要なくなってくるかもしれない。当時取ろうとしたら。ない。だからダメです。ダメか。はい。でも食いたかったんですね。あ、いや食べたかった。だから良くないって言ったこの位置は。え？隣は。やっぱ匂いとかね、ダイレクトに伝わるっすもんね。そうだね。うん、いやかといってね。うん、ウロン茶か。ウロン茶行きましょう、うん、先。ね。まあ、ウロン茶これ注文じゃなくて普通にコンビニで買ったんですけど。ああなるほど。なるほど、ね、なるほど、うん。はいはい。まだ結構必須かもしれないですね。ああなるほどなるほど。やっぱね、うん、お供としては。うん。うん、油が結構すごかったっすから。うん。うんうん、目玉焼きが嬉しい。目玉焼き、ね、確かにいいねこれはね。あ、片目玉なんだよね、はい、これがね。だからなんとなくね、はい、運動会思い出したんですよ。運動会目玉硬かった。いやなんか運動会でなんかお母さんが作ってくれたお弁当ね。お弁当ね。あ、なるほどね。思い出す、ね。まさか二郎系を食べて。あー、まだ猫世界か。すいませんちょっと。目玉焼きだからうずらがちょっと嫉妬しちゃったのかな。ちょっと大目玉食らっちゃいましたねこれは。レレレレね。後ろにね、後ろにいます。ちょ、蓋すらも。あ、蓋か。豚を見たいのに。はい。豚ではなく蓋をね。蓋をね。注目させて。うん、でも豚もちょっと一口で食っちゃいましたけど。ああ、まあまあね、うん。結構もうね、もさもさというか、もっちりした食感があってね。うん、はいはい、なるほど。うん。あ、これ蓋をやってんのあえてこっちに。あ、そうです。あの匂いをあっちにやって誘惑してます。あ、はい。匂いが気になる。ね、まさに。そうです。防いでますこれ。かわいい。ニンニク。ニンニクもね、だいぶ量入ってる。多いねこれね。結構多いっすよ。これ全部ニンニクなんだこれ。うん。おお。マシね。マシではないかな。うん、マシかな。これでマシだよね。うん。うん。なのでまんべんなくね、散らして。うん、そうだったな、しかし。そう、辛みはそこまで強くないんでね。あ、そうなんだ。なんかマシマシが要相談って書いてあったんでね。あ、そうだね。はい、あ、まあじゃあ相談すればいけるというか。メモ書きで。うん。いやもうだってやっぱレンチンの時点でもうすんごい充満して、うん、確かにもう本当にだから芳香剤買わなくていいかな思うぐらいの。いや逆に買わなきゃダメなんだよ、うん、そうだね。ニンニクの匂いしたら。なんで芳香剤がニンニクの匂いしたら。全ての匂いを。ついにここでやっと ね、あ、味変ね、セットね持ってってくれたんだ。やっぱ家ならでは、はい、サポートしていきます。あ、そうか、そうか、はい、あ、入りごま絶対いい ね、うん、ね、あ、そうだね、うん、ごま絶対いい。ごまがねマジうまい。あーもう絶対うまいね、うん、特にこの油そば的な感じ、焼きそばみたいな感じは。そうね、なんかゴテゴテはしない、うん、しつこくはないから、うん、プチプチ感の食感を加えてね、うん、はいはいはい、いただくといいでしょう。いいですね。あ、出た、最強の生姜、ね、はいはいはいね、生姜界の中でも最強。これ使い切っちゃいます、ね、桃屋だっけ、桃屋から、うん、桃屋の、うん、これもマジ激おすすめ。あ、そうだね、特にこってりしてるやつだったら、うん、ほんとやっぱ生姜だけでも食いたいぐらいだけどね、うん、うまいから。うんうんうん。あれ、ちょっとこのタイミングでね、なぜトイレに入るのかっていうね。ちょっと、まあ、暗いところに行きたいってだけ。まあ、そういうことなのかな。ということで、思ったけどちょっとさすがにね。ああ、そうね。映っちゃう、ね。ちょっと見たかった方はすみませんね。いや、見たかったのかな。見たい人も。まあ、別チャンネルでね、そういうのは。これ前はちょっとね、サービスシーンです。よいしょ。サービスシーンですか。HH なんで。ください。エチエチでしょ。いや、明らかにこの演出のせいだと僕は思うんですけど。いやー、これはちょっとさすがにちょっと刺激強いな。いやいやいや、よく、いや、よく見る、よく見るよ、あの、よく、ほら見てよ、うん、やっぱこの IWGP でね、永瀬くんも言ってたけどね、うん、前かけるとぶっ飛ぶんだよね。あれ、うん、ウエストゲートパークね、うん、いや普通にうまそうっていう感情しか俺はない。あら、あれ、あら、俺こんな表情してた、うん、マジで指くわえてるね。いやだからいない方がいいんだって。だから、うん、マジで指くわえてみる人いないよ、うん、これね、持ってきてあげて。あ、バターね、ビュービュービュー、結構いくよねこれね。確かに、もともと油がね結構あるから、うん、そこにさらにバターを。だからちょっと順番ミスったなと思ってます。あー、あー、なるほどね、だいぶ後半だからな。いきますねこれは。ど濃厚。あ、でも全然いけるねこのタイミングでも。うん、うん、なんか目かっぴらくね、やっぱさすがに。うん、まあまあそうだね、後半の方がカロリー高くなってきてるから。いや、そうね、だから後半に生姜入れるべきやったな。確かにね。まあまあまあ、生姜であっさりさせてまた濃くしてるもんねバターで。そうなんだよ、うん、まあ家で味変するときはちょっとね順番とか考えながら。
そうだね、行ってくださいって感じ、ね、まあね、まあ、味変ね、やっぱ楽しめるんで、うん、確かにアイテムがね家だと多い分その使いどころというかね、うん、選別して、なんかお店のツイッター見たらね、うん、なんか5キロの注文とかできるらしいです。え、ま、マジ麺だけでってこと？なんか特別みたいな書いてあったんで、すげえ、言うてる間に完食ですね。あ、なるほど。家で出ました。あ、お出ました、 83.94。 もう持ち帰りとしてはだいぶね、高めな。そうだね、うん、私は豚世界さんか、これは入国したいですね、はい、本当に。あ、入国拒否、入国が拒否されてるんで。あ、はい、そうだな。サイトシーン、サイトシーン、サイトシーン、いや、yeah. No! 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 Why? どういうことですか？どういうこと、マジで出川さんレベルなんで、ちょっとあの話す英語は。あの、ちなみに Uber Eats ではちょっとお値段バッと乗りましたけど、うん、お店でテイクアウトする分にはあの値段にはなりませんね。そうですね、なるほどね、うん、アプリ使うとちょっと、ね、アプリ使うとやっぱ、うん、そこはね、うん、時間かかりますから、お金かかりますから。 Uber だけじゃなくて、なんか出前館とかでもね頼むみたいなんで。ああ、なるほど。ちょっと各種適したアプリで、そうだね、お調べください。はい、ということで豚世界でした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。明日。